はい、ということで始まりました、はい、スカイアートがお送りする YouTube 限定ラジオスカイステーション。はい、来ましたね。来ましたね。今日はね、ちょっといつも違うんですね。ほうほう。今では、うん、実は僕たちは、うん、このスカイステーションね、うん、撮るのを、うん、真夜中にやってたんですよ。ああ、そうね。もう真っ暗の、そうやそうや、静かなどっかの駐車場でね、うんうん、こっそり車の中でやってたんですけど、そうやったかな。今日はね、お昼の3時にねものすごい今日太陽ね、そう、照ってるね、照ってる中、車の中でね、うん、そうそうそう、暑いな言いながら、そうよ、太陽浴びながら、そうですね、ラジオ収録を、収録をしておりますが、そうですね、そう、で、そうそう、うん、ちょっとね、ほんとまだ数名しか聞いてないんですけど、はい、数名聞いてくれてるリスナーさんの中から、あら、はい、いちいち、123ってこう、はい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 、一気に聞きたいときこう押すのがめんどくさいぞと、スカイステーションが1部2部3部ってね、そうそうそう、毎回分かれてるんだけど、めんどくさいぞと、いう声があって、かといってまあ2だけ聞きたいとかもあるから、はい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 、分割もいいんだけどなっていうのがあったんで、それ両方な前からちょっと思ってて、あ、 お気づきでいらっしゃった、うん、言うて言うて、しかも YouTube って、うん、1の1見たからって、あ、ちゃんとその後に画面に1の2がすぐ出てくるかって言ったら、シングルベッドみたいになる。そう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 、シングルベッド、カバードバイスカイアートってなるから、ね、そうそうそう、違うのできたりしてどこやねんどこやねんってなってしまうから、そういう意味ではね、一気に聞けた方が、そうか、うん、まあこんなことね、自分で聞いてるっていうのがバレバレでね、ちょっと恥ずかしいですけどまあでもあれやね、なんかそのまあボリューム1を、ひとまとめっていうのと分割って、まあ言うたら毎週4つ動画載せる形で、まあ、やってもらおうかなっていうふうに今話、ね、あ、そうですね、はい、してるんで、そういう感じでやってもらえたらね、うん、そうそうそう、聞きやすいし ね、まあ、ね、これでもね、クソ夜中ね、うん、走ってたんですよ、うん、これ夜中朝方までボーリング投げ放題してて、あ、若いな、うん、でもう今左手と右お尻が痛いんだけど左利きやからね、ああ、うん、そういうことか、そう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 、ね、と最後止める時のお尻キュッて右足を止める時のキュッてお尻が痛くて、あ、まあ、それはいいんだけど、うん、で友達がちょっと家から何百キロか離れた、何百キロ離れてないな結構離れたとこ住んでたから、うん、家まで送ってあげてね、うんうん、で帰り夜中のミッドナイトロード走ったんですよ、うん、夜中のね、夜中のミッドナイト、ミッドナイト、うん、ミッドナイトロード、皆さん大事ですよ、ミッドナイトロード、ね、ミッドナイトロード走ってて、うん、走ってたら、じゃあもうだんだん音楽聴いてても、うん、眠いなと思って、あ、そうです、スカイステーションあるわ、あはんはんはん、で iPod タッチからスカイステーション見つけて、うん、で聞いてて、うん、じゃあその今言ってたまさに、あ、なったやな、5分ごとに止まるんよ、そうやな、うん、それはあかんわ、信号待ちを待たなあかんわけですよね、あ、そうあかんわ、でそういう意味では一気に15分聞けたら、まあ、15分間はね、うん、なんとか時間潰せるんで、確かに今思ったわ、うん、車で移動してて、うん、よくないんですけど眠くなる時ってあるじゃないですか、あん時で曲聴いてるともうドツボで、そうやね、もう口だけ一緒に私も歌ってみるんですよ、うん、眠たいから、うんうんうん、で歌ってみるけども目閉じていくみたいな感じになるから、その時って私まあ見ずになんですけど DVD の、うん、例えばそのガキツカとか、はい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 、アメトークとか入れると目パッチリ開いて、そう喋る系ね、そうそう喋る系って結構いいから、これ私らあれですね、社会貢献してるんですね、そうですね、世界の日本の交通をね、交通事故ゼロ宣言、ゼロ政策として一人っ子政策みたいな感じで、一人っ子政策みたいな感じ、ゼロ子政策でね、ゼロ子政策がね、お手伝いできたらっていう、できたらって、実際僕自身実証済みなんで、実証済みやからね、はい、1回目に聞いたやつやったら大体いけるかなと、そうやな、何回も聞いたらだんだんね飽きてくるかもしれないですけどね、まあ、でもね、噛めば噛むほどみたいなトークができたら、ね、できればと、そうそう、まあ、で今回はあれですね、2部3部と、そうちょうどゴールデンウィーク明けましたし、あ、なるほど、皆さんもねいろいろね楽しいゴールデンウィーク、何しはったんやろ ね忘れられへんゴールデンウィーク、うんうんうん、辛いゴールデンウィーク過ごしたと思うんですけど、切ないゴールデンウィークから、はい、あると思うんですけど、長い人って何日休めた、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 連休の人とかもあるんやろ、4月の26、あ、26ね、4月の最後の土曜日からがっつりね、うん、そうですね、休まれた方とかもいると思いますんで、まあ皆さんのねいろんな思い出実は聞きたいですけど、まあ、聞くこと僕ら不可能なんで、まあ一方的に、まあ、何と俺のね、そうな、ちょっとどんなことがあったかっていうのをちょっとじゃあ2部3部で話したいと、そうやな、でも11連休もあったらやっぱ旅行とか行きたなるのかな、それはそんだけ連休したら家におったら暇やろな、そうやな、うん、っていうことで、はい、あ、まあ、もうお時間来ましたんで、この音楽が流れましたんで、はい、またじゃあ2部でお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。
ね、はい、第2部目、2部目お送りしておりますスカイアートがお送りする YouTube 限定ラジオスカイステーション、はい、はい、で今日はゴールデンウィークが終わったとこということで、ね、まあ、ゴールデンウィーク何してましたかっていうお話でもしようかなっていう、ね、はい、ずっと家で寝てましたとかそういうのね、ちょっとなしで、うん、そうそうそう、なんかしたでしょ、うちいつもと違うこと、うちはね、うん、いつもと違うことといえば、うん、ちょっとあの、うん、ニトリに行ってお買い物したりとか、あー、引っ越しされるんですか、いや友達の出産祝いを、あ、出産祝いで、に行ったりとか、はい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 、はい、あとまあ友人家の、うん、邸宅で、うん、あのバーベキューするよと呼んでいただいて、はい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 、雨の小雨が降るかどうかみたいな中やってて、うん、あーはーはーはー、でももう一個はあれかな、すごい今あの充実してますね、そう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 、2日取れたんですよ休みが、うん、さっきまで10長いしてた10日とかいう話をしてたの、11日なんかでも2日取れたんです、2日も取れた、取れた、あらーゴールデンウィークへね、そう取れないこと多かったけど、うんうん、取れたからちょっとこれは最近テレビで話題の、うん、はいはい、アナと雪の女王、そんなに言うんやったら一回見ようかなと、あ、映画のね、ディズニーの、そう、はい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 、これは、うん、もう見る前の私はね、うん、完全に、うん、あのまあいいで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 って言うから、うん、みんな見てて結局こう上がってる、ああはいはい、その興行収入が上がっていって、興行収入が上がっていって、うん、っていうなんかまあ先にいいであったみたいな、そう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 、いいでありきでみんな見に行ったみたいな、ね、そうそうそうっていうのがあって、私そういうここまでになるとあんま見たくないっていう、逆に引く時あるかな、時々でちょっとひねくれてて、うん、でもなんかそこまで言うんやったらそれを超えてきたわけ、そうそうそう、ちょっとでも言い過ぎちゃう、もうずっと逆の方向見たけどそこまで言うんやったらって振り返った、そう逆に見とかな、これはなんか、うん、やっぱちょっと社会に置いてかれるというか、あ、まあ半沢直樹状態ね、そう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 、やっぱ見とかんと、うん、まあ政治知らんみたいなノリで、はい、あのやっぱ雪、はい、あのと雪の女王知らんのみたいな、ちょっとそれ人としてあれなかなと思ってあれかな思って、そうあれかな思って見に行ってきたんですよ、はいはいはい、うん、どうでした、あのね、うん、3D 化された理由がすごいわかるぐらい、ほうほうほう、途中ね、うん、その雪のなんていうかな、雪山を歩いてるシーンがあるんですけど、はい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 、雪の女王やしね、雪の女王やから、はい、一瞬これ絵なんかなって思うぐらい、うん、こういうなんか普通に世界があって、なんていうん、あそこで実在、そうそうロケ地、ロケ地ぐらいに、これロケ地どこみたいな、そう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 、はあ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 、世界遺産か何かかなみたいな、はあはあはあ、自然百景かなみたいな感じで、めっちゃ綺麗で、はいはいはい、なんかもう、まあ、内容も良かったんですけど、うん、それよりも私はもうそのアニメーション技術がすごいなと思って、そのクリエイターたちの、ね、クリエイターさんたちがすごいなっていうイメージがすごくて、じゃあその視覚効果がすごかったんや、すごい、であと、まあ、やっぱりその 3D で見たいね、 3D 見てない、え普通だから 3D が出るぐらい、出るぐらい、 そうあれどっちもあるやんね、あるある、あで波は 2D で見たいね、そう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 、でやっぱとやっぱあの、ね、スピーカーから出る、はいはい、大迫力のスピーカーで聴けるっていうところと、でその曲が、曲がっていうけど、うん、曲もいいんですけど、うん、曲に対しての、うん、絵がすごいマッチしてるんですよ、あもうこのままミュージカルできるやんぐらいの、はい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 、もうほんまにディズニーって音楽中心のやつとそうじゃないのがあって、うん、あるな、まあ、アラジンとかも結構音楽多いやんか、ね、そういう感じでめっちゃ音楽も、うん、音楽音楽音楽みたいな、音楽で話しちゃうぐらいの感じで、でもその動きにすごい曲がマッチしてるから、そこでやっぱ視覚効果と映像の、まあ、私らが PV やってるような感じで、やっぱりその音楽ってその視覚によってさらに増すなっていうのすごい勉強になったし、これミュージカルでどう表現するんだろうっていう、ほんま違う斜め目線からずっと結局見てたかもしれない。だからもうちょっと制作者の意図的なところでね、いやもうそればっかり気になるぐらい、あのね、あれ多分ね、例えば携帯の小窓とかで見ると全然良くないと思う。ああ、なるほどね。だからこそ映画館で、うん、見た方が、映像がやっぱ、帰ってからちょっと YouTube で見たんですよ。で、好きなシーン全然やって。だから、もしちょっとでも気になると、せっかくだったら映画館で見た方が。でも映画館ってそういうね、音とかやっぱり、うん、映画館ならではのとこあるよね。ある。マイケル・ジャクソンのやつだって俺4回ぐらい見たしね。This is it. うん、見に行ったよ。あれ良かったね。うん、ね、だからそういう意味ではね、They are don't care about us やったっけな、うん、あれやばかったわ、あれかっこよかったな、あれでも DVD 買って家で見たけど、そうやね、あれ
もっとなんか迫力あったよなと思って、ね、俺テレビ家のテレビ限界までボリューム上げるぐらいの感じで上げたんやけどちょっとちゃうなみたいな、ね、ちょっとちゃうからな、うん、あれはやばかったな。やっぱあれはやっぱ生で見なっていう意味では、うん、あ映画館見てよかったなと。そうやな。あっていうところで、ちょっともう一個話すの時はもうでも時間ないんでね。あ、じゃあ次のね、はい、第3タームで、はい、お会いしましょう。はい、バイバイ。はい、はい、ということでもう終盤戦ですよ。終盤戦ですね。どうですか皆さん、ゴールデンウィーク思い出してます私らの話聞きながら、聞きながらね、私はね言うて、うん、まあこの中でもね、もしかしたらね、彼氏彼女とね、そうだね、大喧嘩された人もいるかもしれない。言えば長くいるとね、長い間ね、家族が一人減った人もいるいろんな方いるとは思いますね。はい、家族が増えた人もいるかも、増えた人もいるかもしれないですね。別々の人生歩むことになったかもしれない。まあね、本当にね、それが生きるということですからね。生きるということはそういうことなんですね。直也くんは何をしたんですか。僕ですか。僕はね、あの焼肉友達がいまして肉友、肉友が、そんなんおんねや、まあ、別に肉友になったつもりはないんだけど、うん、毎回会ってじゃあ飯食いに行こうかって言って、うん、何食べるって絶対こうなるわけ で、うん、で両方とも美味しいの食べるのが好きなんやけど、うん、毎回焼肉行ってまうよね。あ、じゃあもう何食べるって、そうそう、何食べるっていう無駄やなってなって今度じゃあちょっとレベル1個上げて、うん、どこの焼肉屋食べるからにしようと、今度からは。いいな、いいな。でそういう感じで、もう自分らの行きつけの大好きな焼肉屋さんは3軒ぐらいあるんやけど、うん、そこばっか行ってたらなんか世間狭みたいな、さっきのナミのユキアナ、うん、じゃないけどもうそれしか知らんねやみたいな感じになるのはあれやと、うん、例えば鶴橋行ったらここってもう、まあ、わざと あえて店名は言いませんけど、ここっていう店があって、炊飯器外に出てる、あ、炊飯器昔ね、うん、そこはもう20回ぐらい行ってるんやけど、うん、ちょっとちゃうとこ行こうと思って、最近鶴橋で違うとこ違うとこ毎回行くんやけど、失敗失敗なんよね。もう失敗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 じゃないんや、失敗じゃなくて失敗ない、失敗よ、もう失敗か、失敗ばっかり繰り返してて、やねんけど、うん、この間もまた鶴橋行って、ほうほう、いや、あえてそこは大好きなとこ行かんと、ほうほうほう、失敗を恐れず、うん、失敗を恐れず、もっといいとこあるんちゃうか、うん、やっぱり向上心大事やから、うん、じゃあお店の前でこう店員さんがこうキャッチ、うんうんうん、呼び込みして て、でうちは美味しいですよ、うん、まあそれは言うわな、言うわ、でうちの肉は英語ですからと、あ、まあ、ランクで英語って、まあ、一応ね、肉の世界では一番いいんかな、うん、それで英語やから言うから、うん、じゃあこれ行くってなって行ったん、うんうん、じゃあまあ確かに肉はめちゃくちゃ霜降ってんねんけど、うん、まあ、食べたらまあ美味しいよね。でそこで店員さんがすごいこと、もう今回のキーワードが分かったんやけど、何、うちの肉ええ肉やから塩だけで食べてください、あ、よく言うねそれ、まあ、あれやったらタレもつけますんでって感じやって、うん、で食べましたと、うん、まあ、それはええ肉やから柔らかいし、うん、それなりに美味しいんやけど、うん、やっぱ俺が求めてる焼肉とはまた、なるほどね、ちょっと違ったわけ、あのタレをつけて、そうで、これ焼肉って結局何が一番美味しさで大事なんかなって言ったら、うん、やっぱもちろん食べるのは肉やと、うん、だ肉が美味しくないとダメなんだけど、うん、やっぱり俺の大好きな焼肉屋さんを想像すると、うん、どこの肉焼肉屋もタレがめちゃくちゃうまいよね。あ、そうやな、タレこだわってます的な、そうそう、で肉もうまいしタレもって、この2つが重なって初めて美味しい焼肉屋になると、うんうん、なるほどね。で美味しいかどうかの焼肉屋さんを見極めるポイントがそこで分かったわけですよ、はあはあ、基本的にお店でうちの肉英語ですとか、うん、あまり押しすぎてると肉がに自信持ちすぎて、あ、タレがおごそかになってる、タレがおごそかになってることが多い全部とは言わないけど、まあ、多い、なるほど。で彼らは何て言えばよかったん、で俺の好きな肉屋さんは、うん、後から大将に聞いたら、うちの肉英語ですよってわざわざ言わない。あ、なるほどね。え、それ言って何かなるんですかみたいな。あー、なるほどね。他で頑張ってるから。そうそうそう。だから、そこら辺の、やっぱり肉がいい。肉はもうベースであって。ベースで当たり前で、その上っていうところを、の焼肉屋さん、俺は運よく今まで出会ってたみたいで。そうじゃなくても、うちの英語やからもう塩だけで、それともステーキハウス行けやみたいな話になってしまう。焼肉として捉えた時に、ちょっとね。なるほどね。まあ、あと友達がさらっと、うん、まあ、呼び込みしてるってなんかあるわなって言ってましたね。まあ、これは、必ずしもじゃないですよ。まあ、呼び込みせいってことは、その、それだけ美味しい肉を知ってほしいっていうね。それもあるし、うん、その飲食店によったら、こう、うん、あの、忙しくない時間帯とかもあるから。ね、そうそうそう。一概には、ね、一概には言えない。言えないけど。ただ、俺の知ってる、やっぱ美味しい肉屋さん呼び込みもしてなかったんで。いや、それは
からの台湾かもしれないけど、どっちかさ、一概に。そうそうそう、一概に。台湾かもしれない。一概にも言うんやけど、そういうことで、もう今度から僕は、もう自分の好きな焼肉屋か、もう信頼のおける筋からの情報で美味しいでっていう以外は、もう初めて見て、初見で、難しいわ。店員が可愛いから行こうかみたいな、そういうのはもう論外やなと。そうなの、絶対な。うん、っていうの。失敗しか生まへんからな。はい。実はこの焼肉がいかに大事か、選び方、肉だけじゃなくタレっていうのは、タレ、わかるわ。あの前ね、あ、ちょっと俺ここから音楽の深い話しようとしてるんやけど、もう時間なんてちょっとできないですわ。はい、どうぞ。で、ちょっとできない、これちょっと残念だけど、これできないんで、ちょっと涙のぞタレの話で。いや、めっちゃペラペラやで、うん、めっちゃ美味しいタレと思って、これ何入ってるんですかって聞いたらな、一回キウイ入ってることあって。キウイ、キウイ、あー、キウイの汁かなんか。そう、あー、こだわって、あそこも美味しかった。焼肉って結構タレ、フルーツ入れるからね。で、今からその熱い話もうせえへんの？これはもうちょっとまたぜ、来週にでもね、皆さんお待ちしたい。いかにその焼肉の肉だけじゃなくてタレっていうのと、あ、分かった。じゃあ次回じゃあ焼肉の講座やってもらいましょう。そう、焼肉からのね。はい、ということで、もうずっとこの曲流れてますので、はい、そろそろもうね、終わらないといけないんで、はい、はい、あのまあね、ご意見ご感想、このことについて熱く語ってほしいとございましたら、はい、YouTube コメント、Facebook メッセージ、Twitter メッセージで受け付けておりますので、どしどし書き込んでください。それではスカートがお送りするメッセージラジオスカイステーションでした。はい、また来週。また来週。Wee wee wee.